愚鈍という言葉は人をバカにした言葉のように使われていますが、私の中では神からの祝福、恵みなのです。江戸時代、鉄元道光という禅僧がいました。それまで写経でしか入手できなかった釈迦の教えを版木に刻むことで多くの人が読めるようにした人です。お経は約9600万文字もありますが、道光は10年かけてたった一人で完刻しました。道光はすごい人ですが、シャープな人ではなかったそうです。バカにされ続け、死のうと思ったことも数知れず、しかし賢い人にはできないことがあると気づきました。それは損得感情をしない、これ以外には何もできないから迷わずにお経を刻み続けることができたのです、と語ったそうです。自分が人より優れたものを与えられていないと思う人もいるでしょう。しかし恵まれた人は不平を持ちやすいものです。一方で愚鈍な人は感謝とともに続けることができる。これこそ素晴らしい恵みなのではないでしょうか。